はあ、ただいま。ああ、まあそこを暴れてるんだろうな。やべえな、しかし。横切ってったな。鍵めっちゃあるじゃん。やばいよ、もう脱出できるよ、こんだけ鍵ありゃ。ストロボどこだっけな、2個ぐらいはねあったけど。なかったっけ。やばいやばいやばい、千切り地獄、千切り地獄。向こうは行きたいな。ストロボの使い方いまいち分かってないんだよね。千切りしてそのままキャベツを、千切りしたキャベツをめっちゃこう皿にバーンってやるから、皿がバーン割れてる音なのかな、あれ。バリ何？揺れたってことはいいのかなと思ったけど。ビビらせだな。あ、でもこれぐるっと回ってきたからそこはいけるか。この先にあんだろ、お前どうする。そろそろ千切りはさせねえぞ。俺の産地がやばいっちゅうことなのかな。あ、鍵ありすぎ、鍵がありすぎ。ストロボゲットしました。一瞬だけ部屋全体を光り、周囲に潜む脅威を検知、目の前に潜む脅威、近くの電子機器や脅威を音の大きさと方向により把握することができる。ん？蒸気の機能は必ず作動するとは限らず。はあ、はあ言うとりますよ。自分かな。
怖い怖いって。ほら。ここで聞こえてるな。気がわからなかった。ちょっとストロボの使い方を知りたいよね。残りブレーカー3からスタート、優しいな。いや。応答してるな。この音を聞けってことか。恋が芽生えてしまう。頻繁に使っていこうって書いてあるな。やばい、どんどん増えてくんだけど。いや増えてくな。やられると増えちまうのか。ランタンもゲット。部屋の形変わってるわ。鍵がねえ。出すぎだぜ。あっちから聞こえる。いるし。了解。こっちだな。
怖いな。で、あっちだな。こっちかな。正面だね。ダメか。進めない、あっちに。やつめ。俺の山頂を削りに来てるな。いい度胸だ。このロッカーも隠れる。どこだろう。あー、いや、この右前かな。ここだよね。むちゃくちゃな量通ってるじゃないか。あれどこだ。こっちか。これ上下ありそうだよね。アップで。離れよう。もう走り回りすぎよ。だんだんあの子の顔色が悪くなっていったのがはっきり分かった。いや、どちらかというと変色と言ってもおかしくない。さすがに病院で見てもらわないといけないと判断し連れて行こうとしたが、あの子は首を横に振るだけだった。声も出さず表情も変わらない。でも笑顔にはなれるみたい。あ、この笑顔はちょっと変な笑い声だったけど、イッヒッヒってやつか。急なあの子の変貌ぶりには気がおかしくなりそうだった。
あの子が帰ってこない。今も学校に行ったっきりで何の連絡もない。情報を求めて SNS とかチラシを使ったり警察に捜索をお願いしているけど進展がない。一体どこへ行ってしまったの？なぜこんなことに？何ここ、やばいなこのエリア。こっちから聞こえるな。うわ、横切ってた。この下っぽいな。うわ。音の位置変わったんだけど、これ本当にこの音の方？わからないな。下行ってみるか。このハーハーは敵の位置だな。おった。これか。ここ。いいぞ、使い分かってきた。
多分上だから。引くのかこれ。そこに近いな。ラスト1位。近いぞ。こっちだな。お、あった。全部ついたよ。やっと電気は戻ったか。にしてもこの家、事故物件にも程があるな。そんなこと言ってられるか。でも地上へ戻る方法がわからない。謎のメモをもう一回読んでみるか。工事のために取り付けた昇降機があったはずよ。これで地上へ出られるかもしれない。誰が追記したのか。ともかく手遅れになる前に早くここから出て助け。転生で戻りてえな。危ねえ、近くに敵がいるじゃねえよ。あ、いるいるいる。危ない危ない。上に戻る道を探してるんだ。どのあたりだっけ。心臓が爆の発よ。どうやって帰ろう。現在地が分かんなくなっちゃったな。
あった。でもどう？俺もう一個プラスでつけといった。あや、残りブレーカー1かい。優しい。転生まだ。ちょちょちょ。あ、ぶんな。何リスキルしようとしてんの？スキルしようとしてる。いつの間に一人になった。みんなどこへ。この手紙だけ裏面に。でも待って、2020年6月25日生きられたと記されているってことは、この友達がやられた。まだある。誰かの通知書。確かに畑さんの地下なら大体掘って作業場に余っている木材で補強するだけで済むというアイデアは大変画期的であり、強固かつ効率的で籠城計画を進めているのかと思います。ただ情報工学を専攻する私としては一つ懸念がございます。それは私が提唱する幻想世界再起予想がモデル化実験段階で理想値から 5% の誤差内で正しいことが記されて示されたことです。まだ証明は未完ですが、幻想世界再起予想、やばいね。なんだ、後ろ来るかもしれないからやめて。来てる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 。カードゲット。暴れとるの。あちゃー。ちょっとブレーカー2個になっちゃったじゃないの。やばいって、あいつらすぐぶつかってこようとする。むちゃくちゃでしょ。
いるな。壊れた。近づいてきてんだ。もう上っぽいな。ランタンさんがやられたよ。いるな。めっちゃ待つじゃん。いるな。めっちゃいるな。ランタンさん。あ、落ちちゃった。あ、いいね。いや、いるよな。めっちゃ待ってるじゃん。ここのボールだ。どこだ？音はこっちなんだけどな。この辺りだな。上か？上っぽいな。一回もう戻るか。左側。もうビビらないぞ。こっちの道は作っといて。
あー、びっくりした。え、罪？ね、それはないでしょう。それはないって。許してよ。その罪は聞いてないって。あ、意外とない。え？許してくれた。ありがとうございます。優しい。ありがとうございます。許していただき。エレベーターから降りると私は新たな明かりを求め一目散に走った。携帯電話、財布、学生証、すべてを捨て全力で走った。そりゃ走るわ。もう地獄のレポートにも謎の化け物にも干渉されないだろう。こんなことを忘れて本当の自分になろう。バイトとかで小銭貯めて自分のやりたいことを思う存分尽くそう。それが人生ってもんでしょう。推しのない夜空を見上げながらそう願った誓った、なんてことを言ってみたが、現実は現実だった。見慣れた部屋に何か心地よい真夜中のなんだか香り。学生でレポートに追われて、しかも提出前夜というスリル満点のおまけ付き。待って、夢だったのか。それでもあの家、あの家族のことはレポートに必死の今でも頭をはねることはなかった。やっぱりあの家族たちはあれで、あの人形になっちまったってことか。何度も見た幻覚の正体も幻覚だったのかもよくわからない。あるいは幻覚だったからこそこの前日の夜に焦っているのではないかと思ったりする。私は単なるホラー体験に巻き込まれた被害者だが、あの幻覚は私に強烈なメッセージを残していったようだった。その瞬間、私は漠然と被害者なんて名乗れなくなった。ある時、同じ時間軸に立つ今の私に何ができるだろうか。今からでも全てをやり直せるか。あークリアしたー。いやー、本当に怖い。寄ってくるのはよくできてます。やばい。もう俺の一番苦手とする追われる系だな。特に怖いのはさ、メーリー、朝袋メーリー、目隠しなのかな、そのあれはな、暴走メリーはさそんなになんだけど、その中あの音に紛れて普通のメリーがいるのがやばい。あー、本当に久しぶりにマジで俺の苦手なめっちゃ追われる。はあ、エンディングコード明日には戻らないでいいよ。あー、1時間あるあれ、なんだろうこの居心地の悪さ。エレベーターが閉じる瞬間、そこには朽ちた優しい笑顔と炎もろとも幻に抗う成長した男が映っていた。誰かが呼んでいる。え、待って、まだ終わってない。まだ終わってないんだけど。どういうこと？あれ、いや、なんかニュアンス的には誰かいたってこと？
誰もいなかったはずの借家に突如として謎の男性出現。彼は私と同様何か大事な目的があるらしい。狙撃銃を携えており、なんだか物騒だが一応消防士なのだ。冷蔵庫の、いや違うかな、消防士。いつ命を見失うかわからない状況なので、彼を認め行動を共にすることにした。え、最高じゃん。さっきの地下室の幻覚と似ているようだが、今回はデジャブめいた感じがする。何か運命的なものを感じる。だが私の脳裏に映るのは無念なる惨劇ばかり。何としても私と彼は脱出しなければならない。え、なんか、いけるっしょ。だっているんでしょ。行きまーす。え、最高難易度って何？無理。ここがこの家の地下室か。あ、いや、同じ？ブレーカー3つでいいの？なんか足音が。なんだ？おお、すごい。でかっ身長高っ。は、消防士さん。俺のことは気にするな。さては、お前さんもここに迷い込んだ口だな。俺はこの近辺に用があってな、気づいたらここにたどり着いていた。まあ少なくともここの住人ではないな。お前さんのことを聞きたいところだが、実は今それどころじゃない。俺はさっきまでここのブレーカーの復旧作業をしていたのだが、二つ目を直した途端にあの怪物に追われてね、ここまで避難してきたんだ。復旧に必要なブレーカーはあと3台だ。復旧すれば奥のエレベーターから外へ出られる。そんな顔すんな。俺にはいざという時の武器がある。狩猟用だから撃ちまくれるわけではないが、少しぐらい役に立つかもしれないだろう。ここにいても時間を浪費するだけだ。さっさと直しに行こうぜ。一気に心強い動きが怖い。え、何？もう奴らが出ようが関係ないってこと？下にもあるよ。フロック？あー、ストーリー。へえ。え？すごい。いや、君の体の元あれだよ。いや、こいつ本当に信用していいのか？あ、でもランタンがね、おっちゃんいるから。早速いるね。怖えよ、この人がいる方が。君しゃがめるの？え？ついてこれないとかある？身長が高すぎてこっち来れない？え？どこ行った？おっさん！
俺は現役で消防に勤めてる人間だ。それなりに体力には自信がある。お前ちゃんの動ける限り、俺もついていくぜ。いや、嘘じゃん。ついてない。え、待って。誘導できる。また T。一定範囲離れて指示が届かない。了解。よし、ここで待ってる。おし、ついていくぜ。野田さん。パーン言うて、向こうで撃ってましたけどね、今。あれ？野田さんやっつけたの？やっつけてるね。あ、びっくりした。やべえじゃん。急にどうしたってレベルで。野田さんいれば負けねえぞ。問題は全く見つけらんないんだけど。あれ、野田さん、野田さん引っかかっちゃう。野田さん自身にも引っかかる。やばい。おお、野田さん何を撃った。いるな、野田さん。野田さん引っかかってる、あそこに。野田さんファイヤー。あー、散々よくもやってくれたな。お前野田さんに勝てると思ってんのか。クライストロボ音じゃフラッシュ、音竹フラッシュ。しょうがない、もうこの力を使うときは来たようだな。野田なめんなぜ、なめんなぜ。野田さん、野田さん明かり持ってきてよ。なんだよ、野田さんこっちに来てくんねえんだよ。絶対しゃがまねえな。おい、上か。これどうしよう。必然的に野田さんを引き離そうとしてくんだけど。どうしよっか。全然しかも見つかんないんだけど。どうしよう。野田さんがいない。びっくりしたー。マジ怖え。しかもどっから来た今。あ、どこ？野田さん？やばい。野田さん、ここ通れないんだよね。野田さん！野田さん！野田さんに引っかかってやられたんだけど。やること変わらないかな、野田と共に。野田さんがむしろ足でまた野田さん前行ってブレーカーつけて俺それで打ってあげるから。おかしいっしょ。白紙のメモだ。撃たなかったしな。基本的にアイテムもなさそうだね。あ、アクシノム。
野田が何かを話したい。俺は現役で消防に勤めてる人間だ。それなりに体力には自信がある。お前さんの動ける限り俺もついていくぜ。今のこと？戻ってきちゃった。あ、ちゃんとつけないとね。あー、で、あれはチュートリアルなのか。野田さんいれば。野田さん、いますよ。どこだ？びっくりさせに来たー。後ろで声聞こえるな。例の声は聞こえてるだけかな。びっくりするわ。野田さん下がって。わかんない。全然あー、出口でしょ。てってけてってってって。ハンディライトじゃん。どこだ？あった。これも取っといて。違うか。野田が何か話したい。野田、どうした？やるじゃないか。ナイスだ。さっき俺は用があってここに来たって言っただろ。実はな、おとじゃを探しに来たんだ。野田兄者だった？野田兄者だったの？俺が大学を卒業したての時に大きな地震が起きて、それ以来おとじゃがわからない。村中の建物は壊滅的だったし、あちらこちらで隊員による救助活動が行われていたよ。
俺の家の近くも見てもらった。でもそれらしい痕跡は見当たらなかったらしい。なんとかしてお父ちゃんを見つけたい。この出来事は俺が消防士になると決めた一番のきっかけでもある。ただ一つだけ不思議なことがある。この村では壊滅的な被害だったが、隣の町ではほぼ無害だったらしい。地理的な理由もあるとはいえど、明らかに不可解な事象だろう。まあ想像しても仕方ない。次のブレーカー修復に取り掛かるとしよう。開ける気配ないけどね。あれ？ストロボさん？え？あれ？俺どこでストロボさんとグッバイした？ストロボありそう。てかストロボも何もみたいな感じになったね。これでいいのか。野田スピーカー兄じゃ。ちょっとなんでそんな眩しいの顔。あと一歩だったんだ。そんなに重いタンスでもなかった。お父者の手は確実に俺の方へ伸びていたんだ。それなりに俺としたこと、あれ探すって言っていたけど、あと一歩のところで爆音が聞こえて、なになになに、気づいた頃にはそこに家はなかった。正直、音じゃにいい思い出はねえ。あれ？急にどうした？でもな、俺を語るにはあいつが必要なんだよ。すまん、探索を続けよう。必ずお前さんと俺は外へ出ないといけない。詳しいことは後で話す。怖い。しこれで戻っちゃって。時を戻そう。はい。あれ？やばい。兄者がついてこない。俺だけ先帰るか。すまねえ、兄者。お先失礼。あ！地震か？あー、いっぱい来る！兄者！ドロップキックやめろ！俺だけエレベーターに！やはり運命は変えられないみたいだ。え？何それ？アロマ持って。すまんな。兄者！なんだ、急にエレベーターが荒々しい音を立てて加速や減速を繰り返す。私の目の前では点滅する蛍光灯とそれを覆うもやのような黒い煙が一体となって渦巻いている。時は流れる。
という点において何か美しくも儚い景色だった。その頃はそんな幻想を見せられてふわふわしていたが、今は現実に向き合う覚悟へと変化している。私は自分をエレベーターから勝手に降ろしていた。スタンドか？肉体を？私にはやるべきことがあるのだ、と。弟だったのかな？ありがとう、アニジャー。野田ニジャー。最後のドロップキック、なんかおかしくない？顔をついてるよ。あれ、野田ニジャーじゃないの？あれ、なんか顔ついてたぞ、エナジードリンクに。マリーって書いてあったんだ。あ、いるいるいる、野田さんいるよ。おー、あ、違うエンディングですね。おお、よかった野田にじゃ。レポート書きましたかって結果レポートは書いていない。確かにコンバット野田感はあったね。あ、クリアでございます。いや、どうなんだろう、俺が一人でエナドリ飲んで走り切ったからあのエンディングになったとかじゃないよね。一緒にいれば一緒に出れたとかじゃないよね。ストロボ焚かずに手探りで探すっていうね、あるあるですね。私ね、アイテムの使い方がわからなくて、すごいストロボだけどね、霊感というか、なんかすごいこう力のあるストロボだったから。ストロボなんだよね、カメラとかじゃないもん、ただのストロボだから。ピシューンってなるだけだから。それで霊と、あとなぜかブレーカーの位置がわかるっていうね。あー、いや怖かった、マジで怖かったよ、びっくりした。でも最後よかった、野田ニジャーが全てを、もう今あのすごい産地回復したわ、あれで。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。次回のオトライブもお楽しみに。ほんじゃまたなー。